細井さん、はい、第2回始まりました。僕もまだ始まり方わかんないんですけど、はい、すいません。お願いします。細井純子のネタ帳第2回始まりました。はい、うん、お願いします。選手ありがとうございました。もう嘘ばっかりになっちゃった。いや、ね、ババ状態とかなかなか読めないところもね、非常に難しいファクターもありましたが、見事ね、フェブラリーステークスはカフェファラオが連覇ということに、ね、はい、なりましたが、細井さんどうご覧になりました、あのレース。やっぱり好条件になるワンターンのマイルっていう部分でカフェファローとソダシではあったんですけれども、でもカフェファローは、まあ、陣営も言ってましたけど、やっぱり包まれたらダメっていう部分があって、やっぱり6番っていうのでやっぱりそこは難しいだろうと思ったんですね。はい、でもそれをそのスタートしてから、あの堀調教師の指示と福永騎手がそれを見事にこう、被らないような形にもうスタートしてから持ってったっていう、もうあそこで全てが決まったなと思いましたし、うん、あの正直あのフジテレビの方であの松本博さんとかともこうレース後も話してたんですけど、はい、もう冬場なのに発汗がすごくて、やっぱりそわそわしてて、私カフェファローやっぱり精神的にも、まあ、もちろん冬毛も生えていましたし、精神的にもそんなにやっぱりここの敗戦によっていいとは思わなかったんですよ。はい、だからもうあそこで全てが決まったし、あの一戦っていうのはあの馬にとってやっぱり大きなものになるんじゃないかな今後っていうのは思いました。やっぱりかぶされないように持っていったところがすごかったなと思ったし、あとソダシに関しては最初テームサウスターにかぶされて、最後も直線でカフェファラオに抜かされたけど諦めてなかったですよね。走る気はやっぱあった感じでしたよね。なんか私はなんかいろんなこと、まあ、考え方の方が多分いて、まだ本気で走ってないっていう子ももちろんそういうふうに解説、うん、解釈する方もいらっしゃいましたけど、私はすごいなんか偉いなと思ったし、あ、よかったなっていうイメージでしたけど、どうでした、うん、いや僕も本当になんていうか、そうだし、うん、やっぱり力ありますし、ね、またなんていうか今後がよりやっぱ楽しみになったというか、そうだからやっぱりチャンピオンズカップがちょっとやっぱ1008っていうの長いっていう部分もあったのかなっていうのと、うん、やっぱワンターンのマイルっていうのはやっぱり条件的に良かったっていうのと、あの気持ち的にこうなんていうの、後ろ向きになってない部分が私は見えて良かったなと思いました。うん、またね、春はビクトリアマイルという芝のね G1 レースもありますし、その頃に向けてね、うん、まあ、芝だとこう可能性が広がったって菅井調教師もね言ってたのは非常に良かったですよね。だ、もう私たちの予想はくちゃくちゃでしたけど、いや難しいですよね。でも細井さん、あの僕気になったのがその岩田さんの2着テイエムサウスダン、あの岩田さん前走が1004でも控えた競馬してこう抜け出してきたじゃないですか。だけど今回1006で距離がちょっと伸びて、その距離不安っていう中でもう果敢に逃げていって、あれっていうのも岩田さんの作戦だったんですか。もうレース前から逃げる可能性もあるっていうのは聞いてたんですよ、岩田さんから。はい、で思い切った騎乗、もう悔いのない騎乗するからっていうのもお聞きしてて、でやっぱりあの足抜きのいい馬場になって、結局距離が問われる馬にとってはいい馬場状態になりましたよねっていう話も、そうなるといい状態ですよねっていうのもあって、で最初から言ったわけじゃなくて、もう収まったところで馬のリズムに合わせていったっていう部分もちょっとあったと思うんですけど、はい、もうあそこに向けて本当に馬がやっぱりパドックでも前走勝利したんだけども、前走の根岸よりも明らかに腹回りとかフィットしてて、あ、すっごいここに向けてやっぱりいい出来に仕上げてきたんだなっていうのがあって、やっぱりそこに向けてしっかり仕上げたっていう部分で、もうやっぱ執念っていうのはすごいなと思いましたし、まあレース後ちょっと LINE ですけどやり取りした時に、もうやっぱり悔いのないっていう感じが伝わってきましたね。わあ、もうね、うん、やっぱ勝ったカフェファラオ3着だったソダシも見事でしたが、やっぱ岩田さんのあの2着にもちょっと痺れましたね。そうだから私は何に後悔したって、まあちょっと2頭は人気でやっぱり精神面が不安でちょっとわからない部分がある中で人気だったから、やっぱそこから馬券いけないなっていうところはあったんですけど、そこはもうしょうがないなって自分の中でもあるんですけど、岩田さんの馬を本命にしなかったことに後悔しましたね。わあ、そうですか、ね、外枠入ってね、よりこれ岩田さんどうするんだっていうところね、うん、ありましたけど、そうでやっぱり足抜きがいい、天気がやっぱりちょっと崩れるっていう部分の中で、で逆算した馬作りと、やっぱりそこに向けての執念っていうか、やっぱり G1 っていうのはそういうものがすごく大事になってくると思うので、あ、やっぱそこを信じなかった自分が嫌でしたね。
ね、岩田さんの思いやいろいろね、細井さんね、こう知っているからこそ余計にそういう思いがね、いや、しかし細井さん、今回ね第2回ですけれども、今回は何についてお話ししますか？うん、やっぱりなんかこう2月の最後の週というと、うん、引退の方々が、はい、特に調教師さんで、やっぱり今回っていうのは藤沢調教師が引退っていうのが、やっぱりまあ多分多くの方がおっしゃると思うんですけど、本当なんかこう真のホースマン、なんか最後のホースマン的な、こうなんか私たちの世代ってイメージがあって、あ、なんか一つの時代が終わっちゃうのかなっていうような寂しさもありませんか？いや、あります。やっぱりあの、うん、もう JRA 通算1568勝、うん、で G1 が34勝、重賞126勝っていう、もうなんていうんですか、僕調べたその伝説と言われてるあの尾形藤吉調教師1670勝に次ぐ JRA 史上2位の記録ですから、はい、うん、もう記録の面でも本当にすごいですし、やっぱりね、よく聞くのが馬優先主義でずっと作ってきて、うんうん、本当にこう調教のあり方を変えた方だということもね伺っていますが、うん、そのあたり本当に今の競馬界にもたらしてきた功績っていうのも非常に大きいですよね。うん、いやいや、本当にあの私もまあ立冬中心に取材なので、まあ見放ってそうなかなか行くこともあの回数が多いわけじゃないんですけれども、でもまあ美穂取材であの藤沢厩舎に貸してもらって、藤沢先生の後ろに金魚の糞みたいにこうやってついて回った時に、なんかね、あそこだけ建物はみんな一緒なのに藤沢先生の周りだけなんかこう小さなヨーロッパにいるみたいで、すっごい印象深くて、何があって、まずあの厩舎に入ったら鷹がいたっていう。鷹ですか？うん、鷹だよね。鷹がこう、はい、こう止まってて、で、2階には多分ハトがあってとか、あと水槽があってとか、なんか、ね、とにかくもうなんかムツゴロウさんみたいな感じだったんですよね。で、まあ噂にはいろいろは聞いてたんですけども、はい、で先生の後ろにバーってこうやって歩いてった時に、その目とか耳だけじゃなくて、ちょうど洗い場で先生がこうってこう匂いを嗅いで、あ、その厩務員さんに低サフランになってないかって、要するに爪がちょっとこう腐敗してるっていうか、低サフラン、低サがちょっとこう腐ってくるっていうのがあるんですけど、はい、匂いでですか？そうで、パッてやっぱなりかけてて、でそれを指摘されてて、あ、この方って動物なんだって思って。いや、すごいですね、五感をもう使って使ってらっしゃいましたね。で、まあ、その後にこういろいろグランアレグリアの担当者の鍋ちゃんとかとこう、はい、しゃべる機会があって、今週もちょっといろいろお話も伺わせてもらったんですけど、もう聞けば聞くほど藤沢先生ってやっぱ面白いっていうか、やっぱすっごい方だなっていうの思いました。どのあたりが一番細井さんの中では、例えばですけど、その、まあ、競馬に関して言えばグランアレグリア、例えば阪神で使いますよね。はい、で、まあ、大抵は、まあ、日曜日競馬終わった後にみんなバウンシャで見本に帰るじゃないですか。はい、でも藤沢先生の場合ってやっぱりそのレースを使った馬をその日に移動させるのは負担が大きいっていうことで、あのグランアレグリアもそうでしたけれども火曜日帰りなんですよ。だから日曜日終わった後、厩務員さんももちろんですけど、馬も、日月阪神競馬場に泊まって、で火曜日に移動するんですよ。あ、そうなんですか。月曜日も泊まって、そう、月曜日はちょっと全休日なので馬を動かすこともないっていうこともあるんですけれども、はい、それによってもう火曜日帰りにしてるんですよ。それっていうのはやっぱ結構かなり珍しいことですか？そうですね、珍しくて、まあ、私もなんかこう放送の中では、まあ、それをこうすごいって言ってしまうとやっぱ他の方々もいらっしゃるんで、なんかこう誤解されて取られるのも嫌だなと思ってたんで今まで言ってなかったんですけど、でもやっぱりそういうふうに馬優先主義ってこう言われる要因っていうのはやっぱりそういうところにあるなっていうのも思いましたね。で、特に先生ってやっぱりこの馬にはこの人が合うっていう部分のコーディネーター的な部分っていうのもすごくやっぱりあるんだろうなっていうのを思うんですよね。はい、というのもソウルスターリングと私グランアレグリアってちょっとやっぱ似たような感じのところがあるなと思ってて、結局そうすると担当者が一緒だったりするわけですよ。あ、でやっぱりそういうところを担当者の方にお聞きすると、
先生と釣りによく行くんですって。はい、釣りですか、このね、釣り、はい、釣りに行くと結局その趣味のことの中でこの人がどういうアプローチの仕方で魚を得るかとか、どういう感情の持ち主だとか、どういうふうにこう攻めるんだとか、待つことができるんだとかっていうのをいろいろやっぱり、ね、探ってるみたいな感じがしますね。でだからこそナビちゃんってこうどちらかというとこうにこやかで優しい感じなんで、もうとにかく馬上じゃなくて地上に対しての役割をしろっていうことなんですよ。だからグランアレグリアも乗るなと、はい、別さんには乗るなって、そうじゃなくて君はもうこの帰ってきた時のもうとにかく食べさせるだとかリラックスさせるだとか、もうそちらにっていう、そういうふうにこうオンとオフの切り替えをしっかり持っていくっていう、でそれは多分その人の個性を見て、馬の個性を見て、どういう人たちがマッチするか、どういう人と馬がマッチするかっていうのをよく見てらっしゃるっていうところだと思います。わあ、そうなんですね。まさに厩舎のねこう親分といいますか、そういう周りをしっかり見て、ね、うんうん、馬と、ね、人との、ね、組み合わせを考えてるっていうのはまさに調教師の、ね、先生のお仕事の一つでもあると思いますけど、うんうん、そうなんですよね。だから藤沢厩舎というと禅野六郎院の川越さんも今はいらっしゃらないんですけども、はい、禅野六郎院の川越さんとかってすごくやっぱり馬を育てるのがお上手で、でもその禅野六郎院の川越さんをもってしても敵すごいっていう話がある。あって、なんかやっぱり2人で釣りに行く、釣りに行った時にやっぱり釣りなんですねでも、はい、釣りに行った時にもう明らかに濁ってるんですって水が、はい、で何も見えないのに藤沢さんがパッと網持ってきてサッてって魚を取るっていう、で鍋ちゃんにその話を聞いた時に、先生ってどこが動物的だと思いましたって話から、あ、とにかく目がいいっていう話なんですよ。でその濁った水の中まで見える、まあそれ気配かもしれないんですけど、はい、それプラス調教の時も藤沢先生って双眼鏡使わないんですって、肉眼で見てらっしゃるんですか。肉眼で、なのにしかもスタンドの上からじゃなくてスタンドの下から向こう上面の馬たちを見てて、で下ろし品にその馬がつまずいたとか舌を出してたとかっていうのが分かるんですって。相当向こう上面だと離れてますよね。そうだから、もうアフリカ人なんやのかなって言って、それが 70になっても結局衰えてないんですって。うわー、すごいですね。すごい。だからなんかこう北村博士くんが上がってきた時に、調教を得て上がってきた時に、なんであれ下ろし品つまずいたんだっていうのも分かってたりして、でしかもこう記者さんたちがいっぱい周りにいらっしゃるから、記者さんと話をしてて雑談してて見てなさそうなのに見てるっていうことなんですって。すごい方ですね。本当に笑っちゃいますよね。いや、それもでもね、ジョッキーの方もね、それこそ厩舎の方もね、もちろん手は抜けないですけど、なんかもういい加減なことできないですもんね、それだったらもう。より一層ね、だから昔ジョッキー時代に所属していた橋本騎手がね、ひろきさんがおっしゃってたのが、どうしてもかかる馬がいてもう全然うまく乗れないって、これもう絶対誰が乗っても無理だろうっていう馬がいて、いやもう絶対無理ですって藤沢先生に言ったら、貸してみろって言って藤沢さんが乗ったらやっぱスッともう収まるっていう。だから結局何をもってしても地上でも馬上でも全てもやっぱ藤沢先生っていうことになるんですって。いやでも本当にね、藤沢先生というとこう笑顔が柔和で非常に柔らかい印象ありますけど、うん、こうやっぱ細井さんね、やっぱこう競馬関係といいますか、やっぱそういう方から見てもその我々が見る藤沢先生の印象ってあんま変わらないですか、そう柔らかい感じの先生ですか。もうまあ、普通にこう私もそんなにたくさんこちらの関西の人間なので、はい、インタビューたくさんしたことないし、逆にこうみんながインタビューしてるのを聞くといつも、あ、馬に聞いときます、馬に聞いときますっていう感じの先生ですけど、とにかく本当に観察力だったりその馬っていう部分の中ですごい、もうなんていうの、全てをこう
見て把握しててっていうのが多いですね。だからその、またグランアレグリアの話になりますけれども、あの馬って朝日杯に持ってくるときに本当にご飯食べなくて、でそれでやっぱり調教もあまりできなかったり、すごいいろいろちょっとやっぱりこううまくいかないことがあって、で桜花賞ぶつけていったでしょ、はい、であの時もちょっとやっぱり調教料だとかいろんな部分で担当のやっぱり鍋ちゃんがすごくやっぱ不安になった部分があって、でそれも記者さんたちも結構そういう話かなってて、で鍋さんが藤沢先生にこれ大丈夫ですかねっていうふうに、もうちょっとって言ったら藤沢先生は一言大丈夫だっていうふうに言うんですって。でレースが終わった後はだろってそうだろっていうその一言でそうだっただろっていうその一言で終わるっていう、しびれますね。そうだから、その何がどうだとかこうだとかっていうのを多くはやっぱり語らないんですよね。でも先生の中で多分もういろんなことが見えてて、いろんなことが逆算されてて、で大丈夫っていうふうになるんだなっていう、やっぱりだからこそのね、もう馬優先主義で、だって本当に藤沢先生のねこう管理場っていうのは、うん、本当にこうしっかり丈夫といいますか、競争生活全うしてるイメージね、やっぱりありますもんね、最近では特に。なんかこうあれですよね、その本当にレディブロンドにしたらあれ5歳ぐらいまで確か使わなかったりとか、うん、本当に休ませるときはしっかり休ませたりだとか、やっぱ馬の成長を待つことができたりだとかっていう部分の中で、本当にこう、まあ、時代とともにそれがこうなかなか調教師の一存でできないような時代になってきてしまってるから、今はこう一概に言えないですけど、でも本当一昔前ってそうだったなって思いますし、やっぱり勝ち馬写真でも勝利写真でもやっぱり本当に昔ってジョッキーがまたがってこう手を挙げてっていうのが写真でしたけど、藤沢先生からですもんね、レース後の馬はもう本当にオフにさせてあげなきゃいけない、解放してあげようっていうことで、ジョッキーが乗らない、もう鞍をつけないっていう、この今こうなってきたのも多分藤沢先生からだったと思いますし、なんか本当にこう馬なんですよね、馬ホースマンだな。でしかもあの方ってバグにもほとんど頼らなかったんですよね。そうなんですか。だから藤沢厩舎の馬ってほとんどの馬がやっぱり面子してないし、複雑なものをしてないし、いかにシンプルであるかっていうこともすごい大事にされてて、やっぱりそれって私がやっぱヨーロッパ行った時にやっぱヨーロッパに似てて、ああやっぱりなんかやっぱりホースマンっていう感じがしましたね。ただあの先生をもってしてもこうすごいいろいろこう戦ってたなって感じたのが私の中でペルーサなんですけど、ペルーサはもうね、ペルーサはもう本当に個性豊かというか、そうそうそう、すごいあの馬ってゲートが入らなくなっちゃったりとかしたでしょ、はい、で私パドック解説してる時にあの馬だけは確かに、で基本藤沢先生の厩舎の馬って基本面子しない、基本一人引きなんですよ多分。だけどペルーサは二人引きだったので、二人引きでもペルーサってまあふーんって歩いてるんですけど、パドックの内側から藤沢先生が見えた途端にふってなるんですよ、すごいいい子ちゃんになって、あってなって、あ相当相当もう藤沢先生と戦ったんだろうなっていうのがものすごい分かって、もうペルーさんは藤沢先生分かってるから、本当にこう普通にパドックでこうやって歩いてるのに藤沢先生が来たなって言ってっていうのが、それをナビさんに振ったらそうだっていうの、やっぱりもう本当にそれもペルーサ相当賢い馬だったから、で先生も相当ペルーサとはこうやり合ったから、はい、いろいろ試行錯誤されたから、もうペルーサはもう本当に藤沢さんも分かってて、ってだから、あじゃあ私あれ間違ってなかったのね、解釈があったらもう間違ってないと思いますって言われて、もちろん担当者の方は違う方でしたけど、はい、でも本当にそうだったみたい、やっぱりもうあーっていう、だからこういう人なんかだから本当に寂しくなるなっていうのは思いません？いや思います、本当にね、こう名伯楽という言葉がぴったりですし、うん、一つの時代がねやっぱりね、うん、こう過ぎていってしまうっていう思いもありますが、ね、やっぱり待機シャトルとかも非常にね、うん、印象にねありますし、そうですね、待機シャトルだとこう面白い話があって、はい、岡部さんからお聞きしたんですけど、待機シャトルって絶対にこう
レースの日、パドックで周回してるどこかとかっていうところで、こう、立ち止まって一回いななくんですって。で、いななかなかった時が負けてるんですって、レースで。ただ残って2回負けてますよね。負けてますね。13戦11勝なんで、はい。2回負けてます。あの2回はいななかなかったね。そうなんですか。で、必ずいななくから、岡部幸男さんがあのジャックル・マロア賞でフランスに行かれた時に、はい、まず厩務員さんにパドックこうパーって行って乗る前に泣いたかって聞いて、で厩務員さんが泣いたって言って、じゃあよし自信を持っていこうっていうふうに言って、待機シャトルがやっぱり勝つわけですよ。だから、いかにアウェイな状態の中でも普段通りの待機シャトルであるかっていうことが大事っていう、やっぱそういうこともやっぱ教わりましたし、うん、で川越さんのそのゼンノロブロイの川越さんだとかっていうのは、その川越さん自身も実はやっぱりこう、やっぱり厩務員さんの中でも一目置かれてて、あの人やっぱりこう馬と対話ができるとかすごいっていうふうに言われてたんですけど、まあ、先ほどその川越さんをもってしても川越さんが濁った水が見えない、魚がいるかなんて分かんないところ藤沢さんはやってすげえって言われるけど、実は川越さんもすごくて、競馬学校の時に確かに平田調教師と同期なんですよ、厩務員課程で、うん、で競馬学校の放牧地でどうしても捕まらない馬がいたんでって、この無口を持っていくと絶対に逃げてしまって捕まらない馬がいたんですけど、川越さんだけは捕まえることができたんですよ。でそれはどうしたかっていうと、あの人はみんなはほらもう馬に人参持って行ったり、何かわら持って行って近づけさせようとしてこうやってやるでしょ。でもね、川越さんはタッ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 て放牧地歩いてって、放牧地のど真ん中でこう座るんですって。で馬に自分を認識させてもらって、全然敵じゃない怖くないって、そうすると馬もなんだって最初思うわけじゃないですか。で最初は近づかないけど、じーっとしてたら匂いを嗅ぎに来て、あ大丈夫だって思ってこうパッてこう来るじゃないですか。で安心させたところですっと口をつけたっていう、だからやっぱりその対動物っていう部分の中で、先生もプロフェッショナルですけど、そのやっぱり厩務員さん方もやっぱプロフェッショナルで、先生からのイズムをこうやって受け継いだ方々が多いんだなっていうのは思いました。うん、いやそうなんですね、うん。貴重なお話ですね。でもね、本当に藤沢和夫厩舎ね、やっぱりシンボリクリスエスもね、うん、今はね、エフフォーリアが活躍してますが、シンボリクリスエス、うん、エピファネイア、そしてね、エフフォーリアっていうね、こう、本当に今の競馬界に残したね、こう、うん、シンボリクリスエスがいなければ始まってないっていうね、この競馬の血のドラマっていうのもありますしね、そういう意味では。そうそう、あとあれですよね、確かここの血はお母さんは残してほしいって言って、その血が残っての G1 馬になった馬もいますもんね。はい、そうですよね。そうそう、だからやっぱすごい方ですよね。今ちょっと待機シャトルね調べてたんですけど、曽根さん、スプリンターズステークスもね最後負けてますもんね。3番1番人気で3着になってますか、うんうん、じゃあ最後いななかったんですね、きっと、うん、なんかね、岡部さんそうっておっしゃってましたね。はい、単勝 1.1 倍でマイネルラブに負けちゃったスプリンターズステークスがあって、うん、はい、あとは条件戦でしたけど、いやそうなんですね、すごいよね。だからなんかこう調教中とかもこうトラック、軽トラックとかでこうね、こう乗ってたら先生のここにタカが乗ってるみたいなすごいですね。たか飼ってらっしゃったっていうことですよね。じゃあ厩舎で、そうたか飼ってたんですよ。だから先生の腕にはパッとこうたかが乗ったりするんですけど、サラブレッド怖がらんないんですか、たかとか。いや、だから結局今はもう厩舎で飼ってないんですけど、はい、あの時代ってこうパッてこう傘さしちゃ、トレセン内では傘さしちゃいけないだとかっていう、よくそういうことも言われてたじゃないですか。だから取材する人たちがすごい怒られてしまったりとかしたけど、はい、あの時に藤沢先生がおっしゃってたのは、確か普段あり得るような状況下で馬作らなくてどうするんだって、だからパッと傘を差すっていう、あ、うんっていう、だからいつも与えられた状況下の中じゃないよねっていう、だからこそなんでそんなことに神経を尖らせるんだって、おかしいだろそんなことを意識する方がっていう、だからなんかもう本当にこうヨーロッパ式のホースマン的な、そのなんていうの、馬に
馬そのものに対する考え方とか、馬を育てる環境下に対する考え方とかっていうのが、もうすごい先を行かれてたんでしょうね。そうですよね。すごい、なんか人間の大きさがやっぱ藤沢先生ってなんかすごいね、器の大きさ、ね、細井さんのお話聞いてても感じますよね。本当に素敵な方ですよね。またね、しかも藤沢先生とやっぱ最近ではルメールジョッキーとのコンビが161勝も挙げてるんですよね。10勝25勝で G1 も10勝、まあ、それこそ細井さんが言ってたグランアレグリアですとか、あとやっぱり、ね、藤沢先生にダービーももたらしたレイデオロとか、このコンビってやっぱね、ルメールジョッキーもやっぱ馬優先というイメージありますしね。だからそういった部分で根本的なものが似てるっていうのは、多分馬作りの過程の中で一緒だと、このパッと乗ったとしてもすごくマッチするんでしょうね。やっぱり馬の作り方が違うと、例えばそのハンドル操作にしても何にしても多分合わないと思うんですよね。ちょっとやっぱりなんて言ったらいいのかな、やっぱそのドイツ車と他の例えば車が違ったりするように、足回りがちょっと硬いとか、なんかがちょこミス、なんていうの、チューンアップの仕方が違うとすると、多分根本が一緒だと多分こうマッチするし、やっぱり私グランアレグリアの時に思ったのが、スプリンター使っても結局スプリンターの競馬をせずに勝ってるから、またマイルに戻っても大丈夫みたいなところがあったと思うので、はい、なんか本当にこう点で終わらずに線でつながってるし、なんか本当に馬の一生はもう一生一生っていう、そのね、一つの勝利というか馬の一生だっていう部分だとかっていう部分の中の、やっぱりその似てるんでしょうね。ずっと藤沢先生もヨーロッパでしたもんね。そうですよね、イギリスで修行されてましたもんね、そこでね、本当に藤沢先生こうハッピーピープルメイクハッピーホースという言葉もね、同僚の方からねもらったっていう、ハッピーピープルメイクハッピーピープルですもんね、はい、そうそう、いやまさに本当になんかそこをお話ししてると、やっぱり一時代が終わってしまう感じで本当に寂しいですね。なんかね、なんかこう東海帝王の松本正一先生みたいに、やっぱり1年ぶりの有馬記念での東海帝王にしても、私先生から調教ノートとかこういただいたことがあるんですけど、本当に15-15の息作りからこう馬を作ってて逆算してってって、でその息遣いと相談しながら調教メニュー考えてってみたいなね、あんな感動的なレースはなかったし、あと松田博之先生だったらもうコースを2周回るっていうね、我慢させてっていう独特のものがねありましたし、まあ、住井先生の海外でのノウハウっていう部分の中の作り上げた、そして結果を出されたって、本当になんかこう松本正一先生も俳句に優待されて、住井先生も優待されて、で松田博之先生も定年されて、で藤沢先生って、なんかちょっと本当寂しくなりますもんね。本当にね、今までのこう競馬を作ってきた方々がね、やっぱりね、まあ本当にしょうがないことではありますけれども、そうなんですね。寂しくなりますよね。あとね、ディープインパクトに K 先生だったりね、そう、なんかそういう思い出がね、確かに、あとはやっぱりね、でも競馬はブラッドスポーツですからね、そういうシンボリクリステスはじめグランアレグリアとかね、血をどんどん残していってもらってね、また新たな名馬が ね生まれてくれればと思いますが、でも細井さん本当にね、藤沢先生も引退されますけれども、それこそ引退調教師の方々のこうなんというか管理バーが結構そのラストウィークといいますか、近づいてくると結構よく走るようなイメージがあるんですけど、そのあたりってやっぱ厩舎の方々、スタッフの方々、やっぱ渾身の仕上げじゃないですけど、結構されたりはするんですかね、そういう意味。いやだけどね、私ね、これ逆だと思うの。藤沢先生ってダービーで青葉賞で勝っても権利取ってもいかなかったでしょ。はい、だから先生こそは逆の発想なんだと思う。それ いつも通りっていう、まあ、今回、まあ、中山記念 3頭出しですよね、コントラチェックとね、レッドザイオンかな、確か、はい、そうですね、あとゴーホーザサミットとっていう3頭出しにしますけど、はい、なんて言うんだろう、ダービーの時ももう厩舎のみんながびっくりしたんですって。買って、いや先生最後のダービーいけるねって言ってみんなで喜んだのに、あもう使わないからっていう、さらっと、さすが藤沢和夫っていう、だから結局自分の感情だとか自分中心じゃなくて、もうやっぱり馬のことを考えたら今使うよりも、まあ、
ちゃんとこう休養させた方がいいっていう判断をなさったわけですよね。で、今回においては、2頭はちょっと間隔空いて、1頭、レッドサイオンが、今回、感覚的には一番こういいのかなっていう感じがするんですけど、はい、で、確かに救世の方々は先生のためにどうしても頑張りたいとか思いますもんね。なんかその川島さんが言ってるおっしゃってる意味わかるんですけど、でもゴーホササミットにしてもそうですよね、コントラチェックにしても結構休み明けですもんね。ゴーホササミットは9ヶ月休み明けですし、コントラは3ヶ月半ということで、なんか引退だからこそって言って逆算したような感じはすごくないっていう部分が私の中では、あるかなっていう。で、ただその鍋ちゃんと喋ってたら、実はレッドサイオンに関しては、はい、この馬ってちょっとこうレースでもグッて歯み噛むようなところがあるし、ちょっと男の子にしては体重も430キロ40キロぐらいの馬で、ちょっといつもカリカリしてるんですって。で、一回前走後放牧出して、なんか3週ですけど一回放牧出して帰ってきた時に、先生が鍋やれって言って、鍋ちゃんに、だからそのグランアレグリアとかソウルスターリング担当してた鍋ちゃん、はい、で、それはやっぱりちょっと落ち着かせようっていうやっぱり意図があったと思いますね。だから運動でも乗らずに引き運動にしたらだいぶこう落ち着いてきたしって、相変わらずご飯はそんなに食べるまではないけれども、でもそのなんて言うんだろう、パッと思いつきでっていうか、多分思いつきっていうか先生は考えてらっしゃると思うんですけど、多分今回なんか最後先生はパッて、あ、ちょうど帰ってきたしこれ鍋やってみたいなことだったみたいですよ。だからその部分の中で追い切り終えてジョッキーたちの話の中でも一番やっぱこの馬が動き的には良かったっていうことなので、その能力云々は分からないですけど、ちょっとこう上積みがあって変わり身があるとしたら、このレッドサイオンっていう馬は3頭の中ではちょっと見ときたいなっていう部分のことを感じましたね。そうですね、藤沢和夫調教師がね、馬優先で掲げてきたんで、最後だけ力入れるのでありえないですもんね、そういう面では、ね、そう無理して使うだとかね、そういうことはね、やっぱりなさらないと思う。でも本当にこういろいろその、今回藤沢先生のことでやっぱり調教のメニューだとかいろいろなこと聞いてても、朝は絶対に先生って馬場を見に行って歩いて確認するっておっしゃってたじゃないですか、で、だいたい前日にどれぐらいのところでどう乗るっていうのは大体はおおよそあるけど、でも藤沢先生って直前まで言わないんですって。だから乗り手は馬場会場、先生もう馬場来ますよっていうまでなんか全然指示出さないんだって。なんかそれも面白いなと思って、先生もう来ますよってやって、じゃあ例えばウッドでこういうぐらいでここで乗ってこいっていうのをもうほんとギリギリだから、あらゆることをこう考えて最後にポッて言うんですって。じゃあギリギリまで結構いろんなことを考えてらっしゃるんですかね、みたいなこと言ってました。なんかだからそのスタッフさんの話を聞いててもすごい面白いなと思って。いや本当ですね。でもそのスタッフの皆さんもやっぱりそれパッと言われてパッとそれができるって、やっぱもうさすがプロフェッショナルと言いますか、すごいですね。私後から答え合わせするんじゃないですか、やっぱりそのね、グランレグレの時のもそうですけれども、なんでそれで良かったのか、先生がどう考えてたのかっていうのも、だからそう思うと本当に藤沢先生の下で働けた方々ってやっぱり大きなものを得てるんじゃないかなっていうのもなんか個人的には感じてます。いやそうなんですね。最近ではね、竹幸四郎調教師も調教師開業する前に藤沢先生の下でね、こう1年間勉強されたりしてましたもんね、なんかこうそうですね。だからそういう厩舎もなくなりますよね。なんかこうやっぱり関東だったら藤沢厩舎に修行に行く、開業前に行く、関西だったら市民厩舎だったっていう感じがすごくねありましたけど、そういう部分の中でも確かに、あ、そういう先生がいらっしゃらなくなるんだなっていうのはなんかちょっとね、なんか感じますよね。ですね。そういう意味では確かに関東だとパッと思いつくのもう国枝先生とかね、そういう風になってきますもんね。そうですね、国枝先生、そうですね、国枝先生、また国枝先生は国枝先生で本当にスタッフが国枝先生のために頑張ろうとする雰囲気の良さがありますもんね。いや国枝先生ありますよね。僕もなんか国枝先生は取材させていただきましたけど、はい、やっぱそういう意味で藤沢先生とね通じるところというか、やっぱりこうお二人とも名伯楽っていう感じですもんね。本当にそうカラーは違うんですけど、やっぱり
素敵ですもんね、うん、醸し出す調教師としてのね雰囲気といいますかねありますもんね、うん、いやありがとうございます。でも細井さん今週は本当にね先ほどちょっとねレッドサイオン、うん、ゴーフォーザサミットコントラチェックの話はいただきましたけど、ね、中山では大阪杯に向けた中山記念、さらに阪神では、うんね、宮記念に向けて阪急杯行われますけど、なんかこう注目馬といいますか、おさんの中で気になる馬、どっちか重賞の中であったり。やっぱり阪急杯は